育成っていうのは子供たちに失敗させるってことすごく大事。自分が目標としてるところまで行けたかどうかっていう本番の強さ、できなかったことがしっかりできるようになるってこと、そこの結果をしっかりと出してあげるっていう。はい、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。今日のコラボはリオのスタッフのケンコーチとちょっと今日進めていきたいと思うんですけど、はい、まあ、ケンコーチ体育スクールメインでやってて、はい、今日その1年間の集大成の体育の発表会がね、はい、あったっていうことで、まあ、本人なんかいろいろ準備してきて、こう今すごくいい感じで今日は無事に終わって、そのまま僕も見たんですけど、保護者の方のアンケートとかがもう、まあ、5段階中ほぼもう5、うん、そうっていう形でね、はい、ついていて、まあ、どんな風に今日は準備して、はい、まあ、どういう思いで今日に臨むかっていうことを、まあ、聞けたらいいかなっていう風に思います、はいはい、僕その4月から、まあ、体育スクールに入ってちょうどその発表会迎えて、ちょうど僕自身も1年になったんです、うん、で、まあ、一番 その発表会で何をその子どもたちに感じ取ってほしかったのかっていうと、まずそのいつものレッスンとはまず違うところで、その大きな一つなんですけど、普段のレッスンだと、まあ、体育スクールの場合、まあ、5人とか10人なんで、多くても10人なんで、大勢の子どもたちや、まあ、それこそ大人の人たちにその見てもらうことで出る感情を、まあ、大切にしたいなっていう、それをどんな様子、子供がどういう感情でどういう表情するかなっていうのを今日は見たかったっていうのが一番大きな、まあ、テーマですね、うんうん、はい、内容とかどんな感じで。内容は、前回、まあ、あったその発表会は、まあ、サーキット式でやったんですね、うん、その、まあ、マットで前回りとかして、その後に跳び箱してで、また鉄棒してっていう感じでやってたんですけど、僕は、今回そのやっぱり一番感じ取ってほしかったのは、やっぱりその子供に対してはやっぱり緊張感を、普段なかなか味わえないその緊張感をちょっと感じ取ってほしかったんで、あえて、まあ、跳び箱、鉄棒、マットを、シンプルに、親御さんたちとか、まあ、子供たちが見てるもう本当に近い場所で向き合った状態で、まあ、ちょっとこうなんですか、まあ、ポジションじゃないけど、まあ、道具を置かせてもらってやらせてもらいました、まあ、やり方というか、うんうん、方法というか、うん、方法は、はい、まあ、まあチラッとしか見れんかったけど、はい、結構ね、まあ、ネット越しの距離感で、はい、なんかすごいいい光景って、その僕自分の子供がやってる以外のところも、はい、こうなんかやったことに対してこうみんな盛り上がったりもして、そうですね、いいよね。それですごい、まあ、感じたのが、まあ、子供たちもより見えやすかったんで、で普段のレッスンだと、まあ、子供たちがその発表の時間って与えてるんですけど、なかなかやっぱりあんまり見なかったりとか、うんうんうん、やっぱ子供って自分がやりたいのが一番楽しいし、見るのって退屈だったりとか、まあ、面白くないですよね、うんうん、だからやっぱりこう他のとこ向いたりとか、まあ、それこそちょっとこう体勢崩して楽な体勢になって、まあ、ちょっと他の思考を考えたりとかって子供たちあると思うんですけど、今日僕そのやってる子たち以外の子供を結構割と観察もしてたら、やっぱり見てたな、うん、すごい見てて、やっぱそれは何でかっていうと、そのみんなが見てるプラスその空気ですよね、その時にしか味わえないその空気によって、子供たちが自然と他の友達がやっている技をもう見てしまうっていうか、うん、っていうのをすごい感じれたので、うん、それがすごい良かったかなっていうのを思います。特にその年少から年長年代だとあまり見れない子も普段だと言ってたんですけど、今日ほとんどの子は本当に割とすごい真剣に見てくれてましたね、はい、すごい良かったな。そういった意味では緊張感ということも含めて、ね、みんなの前でね、うん、発表してまた評価してもらって、まあ、自信もついたんだろうし、良かったよね。そうですね、そこもまあ一つの、まあ、見る学習じゃないけど、うん、見てほしいっていうのも一つのテーマだったんで、うん、それも良かったかなっていうふうに思います。良かったよね、はい、まあ、だからその結果的にすごくいい今日は発表会になったかなっていうふうには、まあ、ずっと僕は見れてなかったんですけど、ああいうねアンケートを見ると思って、でもこれってやっぱその、まあ、子供たちにとっての緊張感とか、まあ、そのいつも一緒にスクールやってないね子供たち同士でこう集まったりとかして、で親御さんたちもまあお互い知らない中で、まあ、こう一つの
ね、ものをこう作り出したってことなんですけど、まあ、自分としてもこうやっぱ、まあ、印象的っていうか、例えば今日の朝とか の皆さん、表に出ない県の突っ込まれましたよね。早速会ってすぐ正気さんに見抜かれたっていうか、うん、はい、やっぱそのパソコンと向き合ってちょっとこうピリピリ感出てるっていうか、はい、それはありました。いや、まあそれってはすごくだから子供たちにとって緊張もあるし、やっぱよりいいものを今日何かできるって試行錯誤ギリギリまでしていて、そのね、はい、やってたのがすごい印象的な、こういうのもなんかその結果的にいいよね。そうですね、僕自身もだからすごい本当に、まあ、勉強というかプラスになったきっかけ作りでしたね、うん、本当に、はい、そう。なんかその終わやる前の県の顔と終わった後 の達成感としてのこの顔の見事 な、ね、そのギャップで、これなんかこういうのはやっぱりその、うん、すごい、うん、ね、この積み重ねっていうか、それすごいあったと思う。 あったでしょ。もう絶対もう今思い出すと本当にいやそういう顔してたんやろうなっていう、僕もまあ結構本当に真剣に考えてたんで、終わってから そのいろんな感情でホッとしたとか、うん、まあ嬉しかったとか楽しかったっていうので、うん、まあ多分割と僕も分かりやすいんで、うん、そういうのがすごい出やすいんで、それは多分周りの人は思ったかなと思います。ああ、そうですね。逆にそのまあすごいいい反応が返ってきたと思うんで、そのちょっとうまくいかなかったっていうか、うん、ちょっとこれもっと、うん、こうできたかなっていうなんかある。 あります全然、うん、なんかそれこそ子供たちにが緊張すごい伝わったんですよ、子供たちの顔を見てると、うんうん、でもそれって僕の様子を見て感じてるっていうのもあるかなって思ったんですよね、うん、ただ子供が緊張して、いや緊張してるんやな今日、うん、じゃなくてもしかしたらその僕の緊張を感じ取って緊張してたかもしれないし、だからもうちょい僕もじゃあ次は子供たちが緊張しないように、うん、もちろん緊張することは大事なんですけど、その緊張を和らげてあげれるようなちょっとまあ振る舞いじゃないですけど、うん、そういうのもちょっと大事かな次はっていう、まあ、今日も今回それですごい大事な緊張感っていうのを与えさせてあげれたんでよかったんですけど、それはそれで、うん、まあそうだよね、はい、だからまあこの後もまた、新年度が4月から始まってまたこのぐらいの時期になった時に発表会っていうことがあって、まあ、結局その大事にしてることって、まあ、コンセプトは僕も私も体育のヒーローにじゃないですけれども、できなかったことがしっかりできるようになるっていうことも、そこの結果をしっかりと出してあげるっていうことはまあすごく大事だけど、やっぱりそのケントもよくいつも話してたのは、やっぱそのリオペドラとしてのコンセプトもあるっていうか、そのただできるようにして、終わりじゃなくて、そこの結果だけじゃなくて子どもたちを自分で考えて工夫していくとか、そういったものをこう伝えてね、あげられたらいいかなっていうので、やってるし、その、はい、まあ、うちはその教えるっていうところのバランスと、あとはその育成っていうところで、はい、要はその育成っていうのを子どもたちに失敗させるってことをすごく大事に、でそうすることによって子どもたちが考えて工夫して、まあ、結果的に社会に出た時にっていうところから自分でこう発言できたり、自分のね、そういうことを表現できたりっていうところまで、まあ、そこまで目指さなくてもいいのかもしれないけど、まあ、そういうことを大事にしてっていうことでこう、うん、言葉を表現させてあげたりしてるもんね、はい、そういうのもまた来年もできたらいいんですね。そうですね、はい、終わってから子どもたちに向けてと、保護者の方々に向けて、うん、まあ、メッセージというか僕の思いを、まあ、喋らせてもらったんですけど、まあ、その時も、まあ、まず子どもたちに伝えたのは、まあ、体育スクールに来てもらってもう失敗っていうその概念を変えたくてしていますっていうふうにはもう、うん、まあ、伝えて、うん、でもちろん子どもたちにも、まあ、今日まあ、中にはこうできちょっとこう緊張しすぎて感情的になっちゃったりとか、うん、まあ、失敗して引きずった顔しちゃったりとか、うん、いろんな子がいたんですけど、まずそもそ もう今日来てること自体がもうとてもすごいことってある、うんうん、だからそれはまず子どもたちに伝えて、でなおかつそれで成功、うん、まあ、失敗ではないんだけど自分が目指してた目標、跳び箱を飛ぶっていう目標ができれば、うん、もうすごい最高だよねっていう、うんうん、でもそれができなかったとしても目指すことが大事だから、うん、目指してること自体がもうすごいことだよっていうことを話して、うん、最終的に本番に強い子に、うん、まあ、君たちにはみんなにはなってほしいんだよコーチはっていうふうに言って、まあ、その本番もただ、まあ、学校に合格するとか、うん、まあ、テストで100点取るっていうのが本番に強いって意味じゃなくて、
何かそういう状況とか結果を出さないといけないっていう場面で自分が目標としているところまで行けたかどうかっていう本番の強さをまあ身につけてほしいんだよっていうふうに子どもたちには、はい、言いましたね。そう考えるとやっぱただの習い事とか、うん、ただのそのスポーツ教室っていうことで終わらせたくない、まあ、そういったこう価値を、まあ、またこれからどれだけこう提供できていけるかっていうか、はいはい、そういうのをまたみんなでね話し合いながら、はい、よりいいものをその、はい、体育スクールっていうものを通じてやっていけたりね、はい、そういう今みたいな狙いとかも含めてちゃんとこう伝わるような話をね、はい、そうですね、できたらいいと思います、はい。まあ、今日はだからこんな形で今日はまあたまたま発表会があったので、はい、まあ、それのことを検討しでまたまあ僕 そのこのチャンネルではまあうちのこうスタッフそれぞれいろんな思いを持ってたりするので、まあスタッフだけじゃなくてまあ僕がいつも日頃お世話になっている人とかそういった方とまたいろいろコラボしながらまあいろんなことを提供していけたらいいかなと思ってますので、まあまたこうって形でこうご興味ある方はですねチャンネル登録していただけたらというふうに思いますので、またこれからの方あれを楽しみにしていただけたらいいかなというふうに思います、はい、ということでまたお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。